水穂銀行は午前8時のサービス開始直後から法人向けのインターネットバンキングにログインしづらくなる障害が発生していると明らかにしました現在のところ原因は不明で不具合の解消のめどは立っていないということです。